プレモンでーす。プレモでーす。さて、2022年2月の22日はですね、猫の日、しかもニャンニャンニャンで猫の日、まあ、歌の中でも歌いますけど、2が6つも並ぶというですね、スーパー猫の日なんです。まあ、うちにもこのプレモとピオがいますけれども、いろいろ猫のことを歌ってみたので、聞いていただきましょう。今日は猫の日。ニャ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 、2月22日ニャニャニャンで猫の日ニャン。今年は2022年ニャンが6つも並んでる。今や史上空前の猫大ブーム。この際もっと知ってよ私たちのこと。長崎にいるお曲がり猫って知ってるかな。尻尾が曲がっているからお曲がり猫なの。長崎の猫の8割の尻尾曲がっているのさ。さだまさしさんや福山さん、ふるさとで坂の多いこの町、お曲がり猫ちゃん暮らしてる。インドネシアのジャカルタ生まれ。江戸時代頃お船で出島にやってきた。ニャ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 、全国にいる猫ちゃん、いろんな環境で暮らしている猫ちゃん。お家に住むのがいい猫で、野良の仲間も人間のみんなと仲良く暮らしたいにゃん。増えすぎないようにしなきゃ。ちゃんと手術してもらって、その印に耳を V 字にカットしてもらう桜猫。耳の形桜の花びらみたいに見える。安心、ずっとこれからも仲良くね。猫によって性格も全然違う。どうぞこれからもよろしくお願いしますにゃん。にゃ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 。